ドリンクは飲み放題だし、高性能 PC は触り放題。これで1日2000円?こんなの難民とは言えねえだろ。ともかく、ここは俺にとってオアシスみてえな場所だな。このままここでしばらく生活するとするか。ブラックワールド。ちょっと起きてるんでしょ?配達受け取ってちょうだいよ。今手が離せないから。うっせえババア、俺に指図してんじゃねえ。俺の名は山口、自宅を警備するという重大な仕事についている40代だ。うるさいババアがいるのを我慢すれば、毎日パソコンを眺めてダラダラすればいいだけの簡単な仕事だ。毎月もらえる小遣いの5万円もありがたい。これでまたネトゲに課金できるぜ。日中真面目にアクセク働いているやつがバカバカしく見えるね。こっちは毎日家にいてのんびりしているだけでいいのに。ちょっとあんた、家にいるんだからちょっとは家のことしなさいよ。は?何言ってんだバーバー。俺はこの家を守る重大な仕事をしてるだろ。お前がパートでいない間も家に不審者が来ないか見張ってるんだぞ。はあ、あ、そう。こんな子に育てた私が間違いだったわ。は?何言ってんだバーバー。あんた働かないならもう出て行きな。何言い出すんだババア。あんたみたいなやつがいても家に邪魔なだけだもの。こんなこと言われたくないならちゃんと働きな。ムカつくババアだ。家を守ってやってる恩を忘れやがって。そんなに言うんだったらいいよ、働いてやるよ。こうして俺はババアがうるさいので働くことにした。とりあえず手始めにコンビニでアルバイトを始めた。しかしコンビニってやつは仕事が多い上に給料が安くてやってらんねえな。いらっしゃせ。ちょっとちょっと、そんな小さい声で接客しないの山口くん。それと陳列もしっかりやってよ。めちゃくちゃに並べられてるじゃない。はあ、ちょっと何その態度。エス、俺もう辞めるんで。はあ、ちょっと山口くん、どこ行くの。ちょっと、やれやれ、あんな低賃金で俺をこき使おうだなんて、俺のこと舐めてるとしか思えねえな。まあこれでも1週間は店に貢献してやったんだ。ありがたいと思ってほしいな。ちょ、あんた何帰ってきてんの。今日は夕方までバイトって言ってなかった。うるせえバーバー、イライラしたから帰ってきたんだよ。はあ、あんたそんなことで本当に社会に出れると思ってるわけ。ま、俺にとってコンビニでバイトなんて似合わないってことだな。やっぱり男は正社員じゃなきゃな。正社員、無職未経験で40代がいきなり正社員なんて、そんな簡単なことじゃないわよ。あ、黙れバーバー、俺は天才だから正社員だって一発で受かるんだよ。まったく、人のことばっかり言ってねえで、自分は低賃金のクソパートから早く脱出してみろってんだ。ババアはいろいろ言ってたけど、簡単で軽作業で月給20万以上のいい仕事が見つかった。ほら見ろババア、俺は天才だからこういう求人が簡単に見つかるんだ。当然採用してもらったぜ。これでまたゲームに課金ができるな。うわ、きつ。なんだよ、簡単な軽作業って言ってたのに、重いもん持たされるわ、上司に罵倒されるわ。なんだか思ってたのと違うが、また辞めるとババアがうるせえ。ここは少し我慢してやるか。あんたね、働いたのはいいけど、少しは家にお金を入れたらどうなの。は?なんでそんなことしなきゃいけねえわけ。普通はそうするものなのよ。あんたが働くまでに一体いくら使ったと思ってんの。うわマジかよ、てめえが勝手に産んどいていくら使ったとか言い出すか。そういうの親のエゴって言うんだぜ。親ガチャが悪かったわ。お、親ガチャって。とにかく俺ゲームに課金してえから、お前に金渡す気はさらさらねえの。分かったらしっかり働いてる俺に口うるさくするんじゃねえぞ。だからその年で働いてるのは当たり前だって。もういいわ、そんなに言うなら家にお金入れるか家を出ていくか選びなさい。は?また家出ていくとかの話かよ。いやもういいや、これ以上ババアにとやかく言われたくねえしな。もっと広い部屋で快適にゲームしたいし、こんな家出て行ってやるよ。ババアがうるせえから家を出て一人暮らしを始めた。一人暮らしか、うるせえババアがいなくなってせいせいしたぜ。仕事もムカつきながらも地道に努力して働いてた。俺ってなんて偉いんだろうなと思っていたのもつかの間、一人暮らしをして1ヶ月が経った時、とんでもないことが起きた。おいおいおい、なんだよこの固定費、家賃ってこんなに高いのか。ババアと一緒に契約家に行ったけど、話ほとんど聞いてなかったからな。しかもネット代もやべえし、これじゃあ給料全然残らねえじゃねえか。課金だってしたいのに、なんでこんなことになってるんだ。給料が低いせい、いやババアが家を追い出すせいだ。俺がこんな目に遭うなんて絶対におかしい。とにかく今の状況はどうにかしねえといけねえ。課金をするためには固定費を避けねえと。そうだ、こうなったら俺はババアに黙って家を解約した。ババアが買い揃えた家具は全部売り払ってゲームの課金代にした。
そして俺はある場所に寝泊まりすることにした。ここがネットカフェか。思ったよりいいとこじゃん。ネットカフェは想像していたよりもいいところだった。近頃寝カフェ難民なんていう家を持っていないやつが寝泊まりする状況のことを聞いていたが、ドリンクは飲み放題だし、高性能 PC は触り放題。これで1日2000円、こんなの難民とは言えねえだろ。ともかくここは俺にとってオアシスみてえな場所だな。このままここでしばらく生活するとするか。寝カフェの生活は楽だし、欲しかった高性能 PC は寝カフェにいれば無料で使える。なんだか働くのがバカバカしくなってきたな。なんか俺ってなんであんなに必死になって働いてたんだろうな。うるせえ上司にこびへつらって体ボロボロにしてさ、いっそのこと今の仕事も辞めてやろうかな。なんだか不満がどんどんと溢れてきて、俺は仕事を辞めることを決心した。そもそも寝カフェは家賃が安いんだから、無理して高い給料をもらう必要なんてないんだよな。これぞ効率的な生き方だぜ。いやー、仕事を辞めた後のゲームは快適だな。あの上司、コンビニの店長みたいにぐちぐち文句言ってあげたな。人一人辞めるのがそんなに嫌なのか。それとも俺がよっぽど優秀な人間だから手放したくねえのかな。ま、会社がどう思うと、もう俺には関係のねえことだけどな。今は朝から晩まで寝とけ三昧。今頃自宅警備員がいなくて家は困ってんだろうな。寝カフェにしばらく住んでからババアから連絡があった。どうせなんで勝手に家を解約したとかそんな話だろう。めんどくさくなることが明白だったから無視した。しばらく住んでみてわかったが、寝カフェにはどうやら俺と同じくらいの年の人間が寝泊まりしてるらしい。うるせえな、眠れやしね。うわ、すいません。いびきは俺じゃねえのに、なんで俺が怒られなきゃなんねえんだよ。なんだか快適に思えた寝カフェも民度の低い場所だと思えてきた。こいつらちゃんと風呂入ってんのか。すっげえくせえぞ。そういえば俺ももういつ頃から風呂入ってねえんだろうな。ま、風呂入らなかったからって人間死ぬわけじゃねえしな。大丈夫大丈夫、俺よりも下のやつなんていっぱいいる。やべえ、肝心なこと忘れてた。来月大型のイベントがゲーム内で行われるんだった。金を用意しなきゃ。って、嘘だろ。数十万円あったはずの金がもう数千円になってる。課金しすぎたか。これじゃイベントができなくなる。っていうか寝カフェにも泊まれなくなるじゃねえか。やばいと思ったが、履歴書を買うのすら惜しい状況。俺は前に辞めたコンビニと運送会社に連絡を取ったが、どちらも採用してくれなかった。一時は一生懸命働いてやったっていうのに、なんて薄情な奴らだ。このままじゃまずい。来月の分も寝カフェ代も払えない。なんてこった、このままじゃホームレスになるのか。いや、でも待てよ、寝カフェ難民とホームレスの違いってなんだ。どっちも家がないってことには変わりねえじゃねえか。じゃあ今の状況と大して変わらねえな。むしろ金がなくても寝泊まりできる場所が手に入れば今よりも快適になるんじゃねえか。よし、さすが俺だ。大丈夫大丈夫。こうして俺は寝カフェを出てホームレスになった。基本的に公園で寝泊まり、あとは駅の近くとかだ。最初はここから仕事を見つけて一気に元の生活水準に戻ろうと思っていた。しかし、なんでだよ。ホームレス仲間に金借りて履歴書買ってきたのに、住所がねえってだけで採用できねえなんておかしいだろ。どうなってんだこの国の会社は。誰のせいでホームレスになんてなってると思ってるんだ。ゲームなんかに課金させるような社会が悪いんだろ。働かなきゃ生きていけないような国を作ったのが悪いんだろ。腹減ったな。ババアに連絡しようにも携帯はとっくにバッテリー切れだし、そもそも金払ってないから契約切られてるだろうしな。ババア、いやお母さん、なんでこんなことになっちゃったかな。働かないんだったら家を出て行きな。うるせえババア、俺に指図すんな。生意気だったな俺。本当は全部分かってた。全部自業自得なんだよな。ただ自分が悪いのを見て見ぬふりして他人を責めてばっかりいたんだよな。どこで間違えたんだ。どこからだったら戻れたんだ。分かんねえよ、一体どういう人生が正解だったんだ。正解があるんだったら最初に教えてくれよ。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。